ってなかったかな、いつぐらいだろう、でも多分4日ぐらいじゃないかな、ちょっとね数えてないんですけど、最近ちょっとねめっちゃ健康早寝生活だった、4日5日ぐらいかも。こんばんは。なのでね、まあ SNS は更新してたけども配信はお久しぶりということで、あ、そうだそうだ、このなんかおにぎりとかパンのギフトあったそうだ、これが出始めてからそんなにしてなかったんですよね健康なおきちゃんが出来上がってる、そう健康おきぽ、まあ、この配信してない間でもいろいろありまして、おきまい公演がやったりとか、なんかもうドラさんのレッスンが始まったりとか、メンバーと遊んだりとか、なんかねいろいろとね個人的には充実してます。インスタのリール可愛すぎて泣きそう。おお、ありがとう。昨日インスタリール初めて更新したんですよ、見ましたか、初リール。めっちゃ投稿するのに時間かかりました。もうなんか20分ぐらいずっと待ってた。なんかね投げ銭できるようになっててね、投げ銭してくれている方がいらっしゃったんですけど、何人か私もびっくりして、そんな機能あったんだって感じなんですけど、私あのあれなんですよあ、熊田ありがとうございます。のすけさんありがとう。クロワッサンのクマタワーだ、ありがとうございますふふふ。今日ね書きたいんだけどね、あれがなくて書くやつが、ちょっとまた今度書かせてください。ありがとうのすけさん、 Thank you。 いや嬉しいね、リール結構頑張った撮ってくださいっていうのも恥ずかしかったけど、撮ってもらって頑張りました。そう、それでねなんか投げ銭ギフトしてくれてたんだけど、なんか私なんていうの、それを収益化にできる登録みたいなのしてないから投げれるけど別にそんなにあれだから別に大丈夫です、でもありがとうっていうことをね、入ってこないんだね。いや入ってくるんだけど、なんか手続きがちょっとめんどくさかったなんかいろいろと、なんか10月までにその手続きをしてたら入ってくるんだろうけど、ちょっとめんどくさそうな手続きだったからちょっと心折れましたすごい、なかなかなんか勝手に解禁されてたんですよね、とある日から。なんか収益可能になりましたみたいなの出てきて、そんなんあるんだって。私もインスタねまだ始めましてやから分かってないんだよねでも多分インスタは多分知れてると思うので、まあいいかって思って放置したまあ別に大丈夫でしょ。わからないけどでも嬉しかったです、ありがとうございます。そういう機能があるんだなって知りました。多分10月までには頑張って、10月ぐらいまでには頑張って登録しようかなって思いますふ
課金したいぜ。課金したかったらね、もう一番手っ取り早い方法がありますよ。おきちゃんに還元できる一番手っ取り早い方法が、それはね、ファンクラブに入ることです。それはファンクラブに入ることです。それぐらいですかね。現場に遊びに来てくれることです。いつ公開？5月の予定。ちなみにあのひっそりあのまだ告知してないんですけど、ひっそりあの今のファンクラブ更新してます。あとスペサパも今日更新しました。ちょっとね、もうブログ書いたら更新したよって言おうかなって思ったんだけど、一応ねフォトをねいくつか更新してる。よろしくお願いします。お決まり婚の結婚式の写真をいくつかやってます。あ、でかいおにぎりが来た。トマトポさんありがとうございます。でかにぎり、ね、今日はねなんかリア充がねプレゼントを持ってきてくれたんですよ。フランフランのまだ開けてないんですけど、なんかね今日寝てたらね、まあ、寝てたっていうか昼ぐらいまで寝てたんですけど、ピンポン鳴ってね、突然ので、なんて言うんですかね、誰だろうって思って確認しようと思ったんですけど、なんて言うんですかね、なんか部屋の前まで来てたら確認できないシステムなんですよ。ロビーだったらカメラついてるんだけど、で誰か分かんなくて、あ、これ玄関の前まで来てるぞ、誰だって思って、はいって言ったら新井ですって言われて、あら新井、あ、リア充って思って開けたんですよ。そしたらリア充といちごちゃんと誰だったかな、なんかでも3期生が何人かいて、リア中がプレゼントくれて、ちょっとねまだ開けてないんですよ今日。ちょっと開けたいと思いまして、後からまあ私寝起きだったんでね、ありがとうって言って、後からマネージャーさんの LINE 見たら、新井が今からプレゼントを渡しに行きますって書いてて、見てなかったからめっちゃびっくりしたけど、え、なんかなんだこれ、あ、これ多分あれだ、お風呂に入れるやつだ。紫のかわいい、え、これお風呂に入れるやつかな、本当に。でもフラワー、バスフラワーって書いてるから多分そうだよね。え、なんかもう紫の入浴剤ありがとう、かわいい、おしゃれ、かわいい、センスよ、プレゼントのセンスがいい、あ、なんだこれ、あ、ハンカチだ、え、なんかすごい私の好みをめっちゃわかってる、黒だ、しかも嬉しい、すごくない？センスセンス良すぎじゃない？めちゃくちゃいいんだけど、ありがとうリア中。ちなみになんかお手紙まで拝見します。え、かわいい、
オキちゃんが卒業されるの悲しいのでお揃いのハンカチを渡したくて渡してしまいました。え、もしでもオキちゃんなの？え、オキちゃん、やばい、なんかキュートアグレッション湧いてきた。かわいい。あ、これお揃いなんだ、私とリアチュ。いやーん、ありがとう。これはもうね、一生使う。めっちゃかわいい。私ね、ハンカチ最近集めるの好きなんですよ。え、嬉しい、めちゃくちゃ。素晴らしい、センスが良い。ちょっと久しぶりにお風呂沸かそうと思います。ちょっとめっちゃ可愛くない？これだって。わ、よかった、この間私ラッシュ行った時に入浴剤買おうとしてた。よかった、買わなかったよ。使えるわ。お返しにラッシュでもあげようかな。かわいい。あ、梅干しだ。すごい、ありがとう、リアチュー。かわいすぎる。もう本当にすっぴんのパジャマで出て申し訳なかったし、しかももうなんか3人ぐらいもうね、やっぱ3期生がいると恥ずかしくてね、すぐ退散しちゃったんだけど、ちょっとはず寝起きだったから、ちょっと改めて後日お礼をしたいと思います。いや、嬉しい。なんか娘みたいや。娘の気持ち、ひー、なんか可愛すぎて胸が痛いです。ググ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 って感じ。母性湧いてる。え、うん、めっちゃ母性湧いてる。なんか母性湧くと同時に、私なんかちっちゃい子猫とか可愛い子猫見たらなんかもうギューってしたくなるんですよ。しないけど、なんかギューってしたくなるんですよ。でそれと同じ気持ち今湧いてて、なんかもうリアチューのこと今かっこくてギューってしたい。私の特殊な気持ちが出てきた。かわいい。キュートアグレッションが湧いてきました。いやー嬉しい。しかもちゃんと色考えてくれてるよね、絶対。幸せです。ありがとう、リア中。最高やね。最近はね、最近はっていうか今日やってたことはね、あのね、ちょっとね、アマゾンとか、まあアマゾン以外のもので、ちょっと金額別に欲しいものを調べてて、自分の欲しいもので、なんか安いのが意外に難しくて、安いっていうか1500円分の欲しいものを探すのがめっちゃ難しくて、なんかね、一番ね大変だった。なんかね、いいなって思ったら900円ぐらいだったり、いいなって思ったら2000円ぐらい分ぐらいだったり、
なんかね、ちょうどがないんだよね。で、今さっきまでもう本当にギリギリまで見てて、なんかお香立てがまあちょっとあんまり好みじゃないお香立てが1500円、可愛い好みのお香立てが900円、すごいね、迷います。 STU チャンネル呼ばれる前提、そうだよ、呼ばれる前提でもう考えてるからねそうだよ、何を言ってるんだ、呼ばれると信じてもう決めておかなきゃ、時間かけて決めなきゃダメだろもう頑張って決めてるんだよ。お香とプラスで1500円、いやお香なめっちゃあるんですよね、家にお香めっちゃあるのよ。それでね、今日はね、あのやってたどれにしようかなこれにしようかな、大丈夫大丈夫、ただ、ね、自分の趣味で選んでるだけだから、別に圧をかけているわけでもなんでもないです。ただただね、自分がね、金額別になんか欲しいもの、今の自分だったらなんだろうってこうやってるんですよ3万設定は4万くらいまでいけるってさやかりが実証した。え、3万ちょうどじゃなくていいってこと？3万9000円でもいいってことですか？それはそうなると話は変わってくるよそうなると変わってくるよ。ちなみに私が3万円以内で欲しいものを探してこれかなって思ったのが2万9000円のドレッサーだったんですけど、今日サラピに会って、いやドレッサーが欲しいよねって言ったら、いらんだろってめっちゃ言われて、ドレッサーで化粧するんかみたいな、せんやろって言われて、考えてみたんですよ、私がこうドレッサーに向かってこうやってお化粧してる姿を。確かに今もドレッサー代わりのデスクとチェアがあるんですけど、確かにそこで化粧したことはなく確かにそこで化粧したことはなくて、それは今もうなんか物置みたいになってるんですね。でそう考えるともしかしたら使わないのかもしれないって思ってまた考え直し始めた。で決めました。私の欲しいもの、金額別欲しいもの決めました。さっきね決まりました。もうこれをSTU チャンネルに持ってくから、私は持ってくから、もうやってほしいからね、持ってくよ。持ち込み企画だよ自主提案、そうだよ。みんなはね来たかもしれないけど、私は持ってくからね。まだ発表しないで当ててやる、いいよ。でもね今の私だからね当てれるかな。じゃあまず、まあ、STU チャンネルの方式にのっとって、まず3万円ブロックね、3万円はちょっと迷いきれなくて2つに絞ってる、2つに絞り中。ピピ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 、ドライヤーじゃない、ドライヤーはもう買っちゃったのよね自分で。コスメ、でもね3万のコスメって結構あんまないよ。
意外とそこまで高くないと思う。ヘアアイロン、いやアイロンはそんな、私はサロニアで十分。掃除機、おー掃除機ね、違います。ヘッドホン、ヘッドホンはねアップルのが欲しいからね5万足りんかった。残念。はい、ここで終了とさせていただきます。いや家電とかが多かったですね、電化製品系が。私はですね3万円でもし欲しいものがあるとしたら、はい、ですねまず1個、ちょ、って言わないでくださいね、これあの、って言わないでほしい。って言わないでくださいね、あの、じゃ皆さんからしたらもしかしたらって思うかもしれないけど、一回って思わないでほしい。フランフランの鏡が2万何歩ぐらいなんですけど、フランフランの鏡です。これねめっちゃ可愛いんですよ。本当に違うんですよ、ちゃんと見てほしい。なんかもうめっちゃキラッキラの、あの女優ミラー付きの、もう私が絶対欲しいって思ってたけど高いって思ってた鏡があるんですよ。まずそれね、一個ね。でもう一個が、あの一人用のソファで迷ってる。電球いっぱいのやつ、電球いっぱいのやつじゃなくて、なんかキラキラのすごい、もうめちゃくちゃくちゃキラキラの鏡があるんですよ。その2つで迷い中です。はい。でも本当はドレッサーが欲しかったです。本当はドレッサーが欲しかった。もうでもね、本当に欲しすぎたらもう自分で買おう。はい、次は1万円ブロック。何にしたっけ、忘れちゃった。なんかもういっぱいに見すぎて何が何だか忘れちゃったな。何にしたっけな。まあいっか、もしね本当に呼ばれたらね、本当に呼ばれたら皆さんも分かるもんね。まあ呼ばれることを祈って。メイクブラシ、メイクブラシか、メイクブラシな、メイクブラシか、なんか今あるものはもういいかなって感じます。コスメももう結構大量にあるから、そんなに惹かれない。私が今惹かれてるのは、あのもうとにかく新しい家に持っていくものだけ。新しい家に持っていくインテリアとか惹かれてます。じりじりやばい、わかった。充電なくなったらごめんなさいね。切れたら申し訳ないんですけど、
キャンドル使い切った、多分使い切ったかな、わかんない、まだあるかも。次の部屋のコンセプトは、次の部屋のコンセプト、コンセプトか、難しいな、なんかあるよね、いろいろ、北欧風とか、なんだろうな、でもグレーと白で統一したいなって思ってます。今が茶色と白なんで、ちょっともう木の温かみはもう飽きちゃった。わん、おにぎりのタワー、ありがとう、くま50代独身さん、いつもありがとうございます。すごい、おにぎりとパンが揃った。ありがとう、くまタワー、嬉しいです、サンキュー。何握りだろう。ありがとうございます。またよろしく。なんかお腹空いてくるラインナップですね。見てたらお腹すく。ご飯食べてないの、サラピとご飯食べました。今日はなんか突然誘われたので、もうすっぴんだったのでね、写真は撮ってないんですけど、でもちょっと食べるの早かったから、7時とかに食べたからお腹空くかなって思ったり、なので一応コンビニ寄ってきました。お寿司かな、お寿司です、正解。コンビニ寄っちゃいました、たこ焼き買った。でもね、なるべくお腹すく前に寝ようと思う。残り10日だから節約解禁、節約、うん、でもなんか最近なんかね、一日一食でなんかドーンって食べてるから、あんまりね、なんか一日で見たらそんなにお金使ってない。なんかあんまお腹空いてなくて、一日でドーンって感じ、うん、ですね。なんかレッスンとかしてたら時間が経つのが早くて、言い訳、厳しい、そんな。そんなにですよ、でも本当に。最近はね、いい感じです、安心してください。いいものになりそう、いやまだ始まったばっかりだからね、ちょっと詰めてかないとって感じ。昨日初めてレッスン、ドラさんコンサート始まったから、ちょっとね頑張らないと、自主練とかいっぱいしようかなって思ってます。しようかなっていうか、しなきゃなって感じ。頑張ります。今日も配信終わったら
踊りたいと思います。ドラさんコンサートはメンバーで瀬戸で決めたの、ほぼ私が決めました。でも舞ちゃんにこれは違うって言われたやつとかは変えてなんか結構だから一応反映はしてるけどだいぶ私のあれが入ってる。ドラさんコンサートは私の意見がほぼほぼというか9割ぐらいは反映されてます。そう、ラストコンサートだから、もともとなんか自分の卒コンだったんですね、本当は。名前が沖優香卒業コンサートだったけど、なんか卒コンだったらなんかすごい悲しい日になりそうじゃないですか卒業コンサート1日に2回もあるってなったら、だから名前どうするってなった時に、じゃあドラさんコンサート3人出演だしって思ってドラさんコンサートになりました。でも名目が一応そうだったので、自分がその瀬戸利を決める権限をねもらったって感じですね。まあ確かに自分に卒業コンサートはなんか似合わないなって思います、自分でも。まあなのでセレモニーぐらいがちょうどいいちょうどいいかも。なので楽しみにしていてください。おばあちゃんからソラハ泣いてそう。いやどうなんだろうソラハどうだろう。でもソラハなんか言ってた、なんかダンスの先生シナノ、ここはなんかシナノが一番踊ってねみたいな言われた時、なんかソラハ泣いてるかもしれませんけど大丈夫ですかってすごい早口で言っててソラハ多分泣いてると思うんですけど、これ大丈夫ですかソラハでみたいなおすごい早口で、そしたらもうダンスの先生もおーじゃあまあそうかみたいな何の会話、どんな会話と思って、なんか誰も何も言ってなかったけどちょっとじわじわ来た。突っ込むほどではないけどみたいな、じわじわですでもあと10日か、なんか意外に早くてびっくりしました結構まだあると思ってたけど意外と4月ももう10日も経ってしまった。早いね。まだチケット受付中ですのでぜひお待ちしてます。4月早いね。早い、本当に早い。毎晩泣いてます。嘘君は泣かなくてもいいだろう、だって卒業後も会うんだから3人とも泣いてファンに歌わせる作戦立てよう。嘘、じゃあもう皆さんは歌詞を予習してこないとですね。ぜひよろしくお願いします5期ぐらいで戻ってきて。5期いつ出るかな、20代のうちだったらいいかも、戻ってくるかも。なるべく早めに会える回数が減るのかな、寂しい。え、会いに来てよ、会いに来ればいいじゃん、待ってます。そんな
全然会いに来てよ。みんな、全然私はそんな引退するわけじゃないので会いに来てください。会いに行けるイベントあるの、6月にあるよ。ちょっとリップ塗りたいな、色味が。足りてない気がする。けどリップどこいたっけな。まあ、いっか。まだね、解禁してないので言えないけど、6月に会えるイベントみたいなの計画したいなって思ってます。イベントみたいな、あと舞台もあります。お待ちしてます頑張るぜ。嬉しい、本当待ってる。ぜひぜひ。6月行く予定です。おお、なんかね、まだわかんないんだけど、まあでもメールで前にお伝えした日程のどっちかになるかなって感じですね。かな。まあでも今よりなんか、なんだろう、いろいろとできることは多分広がるので、うん、もっとね、楽しい活動をしていきたいなって思います。継続的にイベントあるといいな。継続的にしたいね。確かに。その予定まだ決まってないけどその予定です明日の FM 岡山の告知を、ああ明日、そう、 FM 岡山さんのラジオになんか出演というか、この間の沖前公演、岡山のを FM 岡山さんが見に来てくださってて、なんかその沖前公演についてのインタビューが放送されます、朝。なので、あの、私がスタジオに行くとかではないんですけど、沖前公演終わった直後の私の声が出ます。9時11分から、あ、9時11分かららしい。うん。またツイッターの方で告知します。FM 岡山、チェックチェック。ラジコで聞きます。うん、ありがとう。うん、アニメイトのパネルの件はもう大丈夫。いや、まだ全然大丈夫じゃない。行かないといけないわ。そう、アニメイトのサインめっちゃせかされてる。でもね、なんか時間が難しいんだよね。なんか勝手に行ってさ、勝手に書いたらさ、不審者扱いされちゃうからさ、事前にちゃんとお伝えしないといけないんだけど、もうね、レッスンスケジュールとかがありすぎて、
明日もパンパンなのですよだからね行きたいんよ本当に。いやそれ勝手に行ってさ、勝手にサインしてきていいならもう隙間時間に行くんだけどさ、そういうわけにもいかないから困ってるんだよね。もう勝手にペン持って行こうかな。でもそれだとねなんか捕まってしまうから、そうなんです。髪切った、髪は切ってないけどちょっと前髪をすきました。前にちょっとドラさんのコンサートまでには書きたいと思います。さすがに私でも初日に行ったんだけどな、アニメイトっていうねこの愚痴をね未だに言ってるっていうね。初日に行ったんだけどな、私見に行ってないわけじゃないんだけどな、たのにその時は書く文化がなかったから書いてなかったのに、いつからもう今度から一番を目指さないようにしようフォーマットができてから行くようにしようっていうね私のこの愚痴をねみんなに言ってるアニメイトの初日に行った話5回ぐらい聞いた。そう5回、もうメンバーにもめっちゃ言ってる。私初日に行ったんだけどなってウキちゃん早く鍵に行きなよって言った。鍵には行きますよ、行くよ、行くけどね、行くけどね、私初日に行ったんだよ、初日に行って宣伝したんやけどずっと言ってる、毎日毎日。でもその時はねなんかそんな文化がまだなかったから書いてなかった。マイカー前に書きに行けたら一番いいね。うん。行けたら行きたい。うきちゃんは卒業して最初にしたいことは何なの？卒業して最初にしたいこと？実家に帰ることかな？もう帰ってなさすぎるので。ぐらいかな。最初にしたいこと、実家に帰るくらいかな。メンバーと遊ぶとかもあるけど、ですかね。でもそんなすぐには帰らないかも。マイカーは卒業公演なのかな。いや全然通常公演です。卒業公演はやらないので、なんか別に私が特別に曲をやったりするってことはないです。普通のマイカーの通常公演になってます。そう、メンバーがちょっと変わるかな。昼ゆなゆなで夜パセリです。私は2公演出演するんですけど、マイカー公演見るの初めてだから楽しい。おー嬉しい、久しぶりのマイカー公演なんですよ、うん、頑張ります。またココアさんもラストかな、まあ、5月にあればあるだろうけど多分ないかもしれないんで、やるかどうなんだろう。誰かが私のポジション覚えたら5月もあるかもしれないけど、忙しいだろうね5月は。なので一応最後の気持ちで多分やるかな。ツアー始まる、そうなんよね、他のみんなはツアーがあるから大変だと思います、うん、ひなさんの
コンサートもあるし、みんな多分ね、みちさんのもあったから覚えること続きだと思うけど、大変や、もう頑張れって気持ちでいっぱいです。ファイツ。私はね、とりあえずはもう20日のコンサート、もう全力で頑張ろうかなって思います。でもあの周年のツアーを見に行きたいんだよね。だから行こうかなって本当に思ってて、行きたいなって思ってます。ツアーゲストで出たりして、あ、まあちょっとねまあ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 、いろいろね、匂わせておくと、まあまあ実はね、まあでもちょっとやめときますまあ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 、まあいろいろ実はねごめん嘘ですそうですよ、そんな私が情報解禁したらやばいよ。コンプライアンスのかけらもない。でも見に行ってみてくださいぜひ、私はいないけど多分素敵なツアーだと思いますよ。ツアーは広島に行きます。おお、感想を教えてください。もう17分か、早いな。ココアの最後を見届けに行きます。ああ、ココアさんもね、ツアーが最後だもんね。すごいよね。だって卒業じゃないんだよ。だってマレーシアで卒業するんだよ。卒業するときはもうすごいよね。なんか卒業公演さ、マレーシアでやるって考えれんよね。まあ、まだやらしないだろうけど、何年後かとかにね、もしかしたら。だからスピーチもマレーシア語なのかなって思ったら不思議な感じ こんばんは。戻ってくるかもしれないから、戻ってくるかな、どうなんだろう。移籍解除とかあるのかな。なんか移籍ってめっちゃ、移籍は完全に向こうのイメージがあった。まあそっか、帰ってくる場合もあるのか。でもなんかココアさんはめっちゃ覚悟決まってそうなイメージあるな勝手な想像ですが、楽しみだね。マレーシア語で STU の曲カバーしてほしいな飲み物を飲みます。失礼します。
レモンチ。なんか話そうと思ってたことあるんだけど、この何日かですぐ忘れちゃうんだよな。みちゅさんサイン変えたらしい。うん、なんか前まだみちゅさんが STU 卒業してない時に見せてもらったよ。みつきみたいな感じのサインですよね。感じだったかな、忘れちゃった。この間みちゅさんと会いました、そういえば。うん、葵さんとみちゅさんと3人でまあピザ食べたりとかカフェ行ったりとかいろいろお花見もしたりとか、まあ、結構いろいろもうずっと本当に長い時間一緒にいたんですけど、占い行ったんですよ3人で。でも3人同じ部屋で占ってもらってすごくて、なんか何にも言ってないのになんか生年月日の何だったっけな、市中なんとか占いだったんですけど、市中なんとかなんとか占いだったんですけどなんかみちさんにあなたはリーダー体質でしょって言われてて、みたいな、すごいって感じだった。市中水明、あ、市中水明っていうのかな、なんかそんな感じのなんか生年月日で占うやつだったんですけど、生まれた時間とかでなんか葵さんとかも当てられてて、私はね、あなたはなんか裏の方がいい人でしょって言われた。なんか表よりなんか裏表人間あるけど、あなたは表より裏の方がいい人よって言われて、なんかあんまりしっくりこなかったんだけどなんか葵さんは分かるかもって言ってたそうなんかなって、ちょっと自分じゃよく分からなかったなんかいろいろ仕事のこととか聞いてみましたけど、 何言われたか忘れちゃったでもなんか1年最初の1年は辛いこととかもいろいろあると思うけど、1年我慢さえしたらあとは大丈夫って言われました。その1年で何もやめちゃ、何か何もかも逃げちゃダメみたいな言われましたね。めっちゃその1年怖いやんと思ったけど、まあ1年は頑張るつもりだったし、もともと頑張るかって感じ。諦めないでまあやみきさんかな頑張ります。そうなんですようんでも確かにこう新しいね、世界に行くから、まあなんか当たってそうではある気もするよなって思いました。本当かどうかは分かんないけど、あんまり占いを信じる方ではないからでもね15分しかやってないからね、あんま聞けなかったんですよね。忘れ、よくわかんない、忘れちゃったまあでもそれだけ覚えててそれだけ覚えてて、まあちょっとその言葉を信じてみようかなって思います。
信じてみよう。うん、信じてみたいと思う。南さんとの先輩後輩のねじれ現象を起こすけどどうするの。どうするのってどうするんですか。芸能界は入った場所っていうよりかはそこに入った時間が早いか遅いかなんで全然変わんないですね。1年早いんで南さんの方が先輩ですよ。変わらずに。同じ事務所、そう、同じ事務所です。ディープスキル。事務所の先輩、まあね。まあね、事務所はね1,2 ヶ月ぐらい先輩かな。まあね、そうだよ。みなみさんに言っとこう。みなみさん、私2ヶ月先輩よ。みなみさん、なんか殴られそうやな。ちょっと殴られる未来が見えるんでやめとこう。一応ね、みなみさんとは、みなみさん LINE してますよ。公演以来会ってはないんですけど、卒業公演以来会ってはないんですけど、今んとこね LINE はずっとしてます。あの STU チャンネルのやつも聞いてきた、どういう内容か。何もらいましたか、みなみさんって。いろいろね、ちゃんとリサーチ済みですよ。そうだよ。ミーヒンが逆に沖先輩って言ってきそう。言ってくるかな。言ってきたとしたらもうバカにしてくる、してる時だよねそれは多分。それは多分バカにしてる時だよね。まあでも嬉しかったですよ。同じ事務所はねびっくり。まあなんかちょっとチラッて聞いてたから全く知らなかったわけではないけど、うん、なんかね一緒にイベントとかできたら楽しそうだなって思います。知ってる人がいるだけで安心感増す。そうね、マネージャーさんとか一緒じゃないのかな。かぶってる人もいるかなって感じ。別に、うん、まだ私もそんなに事務所の人とは本当に数回しか一緒にお仕事したことないので、まだ自分もね初心者です。でもすごいよくしてくれてますもん、本当に何から何まで。結構やっぱ STU とは、まあ、まあ当たり前だけど全然違うんだなって思うことも多い。か STU とかはなんだろう、アーシャとか雑誌に出る写真とかも全部もう決まったやつしか、もう全部がレタッチも終わって、もうなんか写真の選別も終わったやつしか見たことがなかったけど、もうこっちのディープスキルは全部一旦撮ったやつ全部送られてきて自分で選ばせてくれたりとか、なんか、うん、結構自分で決めることが多いかも、いろいろと。でも難しい、なんか自分に撮っていい写真って人から見たら良くないのかなって思ったりもする。アーシャどうしても嫌な場合はどうするんやろ。 STU アーシャどうしても嫌な場合はもう直談判しに行く。なんでこれなんですかって。本当になんでこれなんですか。でもね難しい、変わんない場合が多い。どうだろう、でもね多分今年はもうちょっと緩くなると思うけどね。
写真が悪いわけじゃないんですよレタッチがね、ザ黒髪になるのが好きじゃなくて、自分はめっちゃもう言いに行ったりしたこともあったけど、もう諦めましたね私は髪がなんか茶髪気味なんですよ、光とかに当たったら赤い要素が結構あるタイプ、赤みが強いタイプなんですよ。だからなんか外で撮ったらね、まあ、外で撮るじゃないですか大体。だから外で撮ったら赤く映るんですよね、髪がここら辺が。だからもうそれがもう真っ暗になるんですよ、真っ暗にそれが好きじゃなくて、いやでも今回はね、もうね写真撮られた時に赤みをなくそうって思って、多分皆さん気づいてないと思うんですけど、先月じゃないわ、今月の初めぐらいにブルーブラックに染めたんですよ。でブルーブラックにしたら赤みが消えるんですよ、全部髪の毛の赤い部分が全部消えて、全部寒色になるんですよ。なので多分ね、まだ DMM 確認してないんですけど、公園とかで見たら多分黒いと思うんだよね。うん、わかんない、あのトーンが低いからそんなにあれだと思うんですけど、まあでも卒業もあるし、自分はなんか赤みが残ってるのが好きじゃなかったから、これでもっとねなかったらいいなって思う。分かった、嘘、分かったエイプリルフール、あ、エイプリルフールの写真は加工したやつだけどエイプリルフールの写真はあれは加工したやつだけど、まあでもその次の日とかだよね多分。だからね、多分だいぶ、ま、もう2週間1週間経ってるけど、だいぶ黒いままだと思う、赤みが出てないと思います、おそらくそう、なんかたまにさ髪染めたみたいな聞かれるじゃないですか。でもそれって私染めてなくてただ傷んでるだけだったんですよ。だからなんか、あ、傷んでる風に見えるんだなって思ってたので、まあ赤みが消えてよかったかなとは思いますそうなんですよ。なんでセレモニーでも、セレモニーっていうかコンサートとかでも多分真っ黒になってると思う。でもね、本当に、ね、気づかなくて当たり前だと思う。本当にメンバーにも気づかれなかった。ソラハにだけ唯一なんか染めたって言われて、え、なんで気づいたのって言ったら、赤くないねんって言われて、え、すごいなって思って、よく人のこと見てるなって思ったけど、本当にね、全然他の人にはね一人も気づかれなかった。びっくりした、ソラハすごいなって思いましたね。私別に色が変わったわけじゃないから言わなくていいやと思って言ってなかったんやけどそうなんですよ。ソラハちゃんモテるな。ねえ、モテそうですよねこれは。でも多分公演とか見た、その公演とかフェスとか見た人は多分わからないぐらいのレベルだと思うんですけどね、どうだろう。うん、でも多分ね、ライト当たってもね赤く映るってことがないと思う。それがねちょっと嬉しいなんか地味にね、なんかコンプレックスほどでもないけどちょっと気になる部分だったので、まあ、改善されてよかったです。ちょっと髪が若干キシキシになった
全く気づいてません。気づかないと思う。うん、自分でも分かんないもん。本当にって感じだったけど、確かに室内で見る色が外で見ても同じ色って、なんか外で見たらいつも赤茶みたいな感じだったんだけど、もう全然同じ色って感じでメイクがしやすいです。メイクがしやすいです。でもね、髪がキシキシになった。トリートメントしても。やばい、あともうちょっとしたら終わるね。みきちゃんお疲れ、お疲れ。お疲れ。明日はメンバーが私の、あの家具を取りに来るので、ちょっと部屋を片付けようかなって思います。この後片付けなきゃだ。黒染め一回やったけどマジで漆黒になった。黒染めね、私も高校生の時したことあるんですけど、あれ困るよね、真っ黒になるよね、糊みたいになるから、もうやらないと思う。黒染めは多分。家具をそう里子に出したいと思います。今日ね、朝ね、ちょっとめっちゃ久しぶりに七並べした。そしたらね、置きポスタンプ持ってる他の推しメンカードにしてる人に当たってびっくりした。他の推しメンカード使っててさ、置きポのスタンプ持つことあるんだと思って。置きポのスタンプの使いどころって私と当たった時ぐらいなのにさ、すごいなと思ってびっくり。ちょっとね、200位ぐらいまで上がったんでね、またちょっとあのやりたいと思います。ガチャ引いた、え、引いたけどね、もうコインがね本当にあり余りすぎてて、もうゼロにするには難しいぐらい引かないといけないかも。めっちゃ引いた。じゃあまた七並べするだけ次は言いますね。ちょっと朝早すぎて恥ずかしくて言えなかった。なんかこんな朝から七並べしてるなんてイベントやんって思われそうでちょっと言わなかったんやけど、ちょっと暇だったんでしてました、朝。うん、コインねめっちゃやってた。本当にガチャは本当に何回も回した。今そうメモリアルガチャ引ける、今ね多分ね200何位とかだった気がする。今日の朝結構ね、最初300位ぐらいスタートだったからね、結構抜かしたんだけど。どのぐらいの朝、いやでもそれはね今日の起きた朝だからね、明日の起きる朝はまた別よ。隙間時間にやってることが多いからね、またなんかインスタとかツイッターとかでするときは告知するね。うん、でも七並べとかさできないのかね、今月中。みなみさんとかやってないのかな、やれないか、やれないか。やれたらね、7月中までやれたらラッキーだなって思うけど、さすがにやれないか、七並べもあれか。でもコンサート終わりはまだね、まだね、夜まで来ないとやりそう。4月20日中はやりそうではあるけど。なるべくね、ちょっと皆さんのね
称号をね上に上げたいと思います。頑張って引き上げたいと思います。任してください。私は一生荒くれキッズが大好きなんだけど、称号ね。いやー40分だ、早い。オキポで登場、オキポって名前でやってます40分だ、今日が終わる。4月11日か。早いね、ねえ早いね。明日も頑張ろう。この間でそういえばインスタ始めて2ヶ月経ってた。ありがとうございます。金曜ロードショー、金曜ロードショーでコナンは見ます。とりあえず根性のフィストは見ようかな。あっち、舞ちゃんと一緒に見たいんだよねコナン。舞ちゃん本当にさコナン知らないからさ。でも根性のフィストを一回一緒に見たことがあって面白いって言ってたんで見たいな。なんかさ私のインスタの投稿ね、なんか一つの投稿だけインプレッション数がめっちゃバグってるぐらい多くて、なんか調べれるんですよそういうなんか内訳みたいなので。なんでこんなにインプレッション数めっちゃやばいんだろうと思ったら、なんか多分ハッシュタグかなんかのおすすめかなんかに出たのかわかんないけど、海外の人からめっちゃフォローされてて、で私ねハッシュタグにねジャパニーズガールってつけてたんですよジャパニーズガールって。そしたらその多分ジャパニーズガールで検索してる外国人がいるのかな、なんかピッとしてて、ね、全部につけてるんですけどジャパニーズガールはね。ちゃんとどこの国が多かったの、どこの国が多かったかな、でもアジアだった気がするな。いやあるんですよジャパニーズガール、すごいね、バカにされるけどねあるんよハッシュタグ。じゃあ私もねメンバーがつけてるからつけ始めたのジャパニーズガール。ジャパニーズガール1億個ぐらいね投稿されてるからほんと見てみてどっかの海外の人にねたまに当たるのゆらちゃんずっと下着の中国語つけてる。ゆらちゃん確かに韓国とか中国とか台湾とかなんかいろんな言葉つけてるけど、でも意味わかってるのかな本当に。でも私も意味わかんずに韓国語つけてる時ある。なんかあの韓国ハッシュタグって検索してなんか出てくるなんか上位のハッシュタグみたいなののなんか自撮りみたいな韓国語とかを多分ペーストして載っけてるんだけど、でも本当にそのペーストした単語がちゃんとしてるのかはちょっとわからないでも多分大丈夫だと思うんやけど、とりあえずねジャパニーズガールはねつけてます。インプレゾンビ違うよ、そのインプレッションに当たる時もあるけど全然当たんないよ日本語でつけるのもいいんだけどね、なんかあんま思い浮かばなかった日本語のハッシュタグ。なんで英語と韓国語だったのか今分かった、ね、そうなんかメンバーに教えてもらったの、なんか海外の人が見るかもしれないからつけといた方がいいよって、だからつけ始めたんですよ。そうそうそう、そういうことそういうこと。でもねコメントはやっぱり日本人ばっかりですね、うん、だからねなんか初めてあんな海外のフォロワーが増えてびっくりした。買ったんかな自分って思ったけど買ったことないしなって思ってしたらねインプレッション数がなんか1個だけめっちゃ上がってて、これかと思って、そうなんか初めて SNS を理解しました6年目にして
ようやく。今思ったけど卒業まであと10日なんだね。せやでリールでももうちょっと短い方が見やすいんだろうなって思ったので、ちょっともうちょっと次は短くします。今日みんな一斉に始めてましたね SNS、 インスタグラムなんか通知来てた。めっちゃパセリとソラハとイケちゃんとリコチノアピとくるくるかな。うん、めっちゃみんな始めてた。さやかりん始めてほしいな。けどまあ確かにインスタをめっちゃ投稿してるさやかりんは想像つかない。私はさやかりんの顔がいつでもどこでも見たいなって思ったけど、リオツ、あそうだリオツも投稿してた。リオツ可愛かったね。インスタ希望性、インスタ希望性だと思う。うん、でもね始めるにあたってね難しいんよ。こうなんかツイッターとどう区別するかをまずなんか分けてからじゃないと始めれないんですよ。私はねなんかもう事務所入ったから、その事務所の個人で作ったから STU 関係なく作っちゃったんだけど、最初にインスタ作りたいって言った時はねそうだったの。だから、まあ、例えばサラピとかだったらカフェを投稿するからみたいな、チャートリはだいたい作れるか、インスタメインだけど他のメンバーだったらなんか葵さんとかだったら愛媛とかカメラとかそういう、みちさんだったら習字とか、なんかそういうねコンセプトが大事なのね。だからああソラハの投稿見た瞬間すぐ分かった、あソラハは食べ物で行くんですねって。でも一投稿目自分の顔全然なかったけど、もうグルメアカウント。広島でご飯食べに行くとき参考にしたいと思います。うん、私はねインスタそんなにねなんか何かを専門に やりたいとかって思ってやったわけではないんですよね。最近はなんかメンバーとの思い出を後から見返せるようにストーリーにとりあえず載せてハイライトに入れるってのをしてますね。うん、ノーコンセプト、そうねノーコンセプト、一覧で見ても調和感じます。うんそーん。うんそーん、嬉しい。最近はそんな何もやってないけど、ちょっと暗めのフェードかけてるぐらい。うん、難しいね。でもインスタ今日サラピと話しててさ、サラピーがなんか載せない、なんかストックめっちゃあるみたいな言ってて、インスタね、えでも載せないのって言ったら、うん載せないって言ってて、なんでって言ったら、なんか前の投稿が桜の投稿載せてて、で次ストックはお花畑のストックがあったんですよ。花花で続くからダメって言って、新しいの撮ってから載せるって言ってて、こだわりが強い。ストックあるなら載せなよって思っちゃうけど違うんだって。花と花でつながったらダメなんだし。
花別のやつ花だったらいいんだって。難しいと思ってなんか TikTok もねなんかこだわり聞いたの。なんかチャロピが TikTok 始めたんですよ。で自分の顔カフェ写真みたいな交互にやってるんだって。リールカフェ写真リールカフェ写真の投稿で交互にやってるらしい。みたいな。なんかすごいねこだわりが強い。私だったら多分やばいもう投稿するやつないもうこれでいやいっちゃえってなってしまうと思うもうない今日ないやもうこれでいいやババババババ可能性ある。全然まひちゃんのインスタもこだわりありそうだよね。いやあると思う。だってなんか一覧で見た時すごい統一感あるものでもサーヤもね結構ある気がする。難しいですね。もう多分一生慣れることはないんですけど3ヶ月目も頑張っていきたいと思います。インスタグラム多分慣れないと思うんだけどまだまだ、頑張ります。ハチワレっぽくなんとかなれって投稿してるんだ。そうだよ。もうやばい時間ないもういやなんとかなれってメンバーの誕生日とかに投稿するカメコ写真はめっちゃ考えるよ。いやありがとうございます。そうやってね考えてくださってるのに東京で迷子なうってストーリー期待してる。なんか怖くない？迷子なうって投稿してさ後ろ向いたら助けに来たよ起きちゃんって言われたらもう映画できるよ。投稿しただけなのにストーリーを投稿しただけなのにっていうホラー映画作れるよ。助けに来たよ起きちゃんって早口でスマホも落としてないのにスマホを落としただけなのにって見たことないんだよね。怖そう。でも恋愛映画じゃないんだ恋愛映画じゃないです。ホラー映画です。助けに来たよおきちゃん実写化です。待望の。見たことないの。見たことない。スマホ落としただけなのにどういう系。お化け系なんですかね。人系なんですかね。なんか韓国かなんかのなんかリメイクバージョンの予告は見たことあるんですけど、ストーカー系の話。いや私もそうじゃないのかなって思ってるんだけど、怖いよね。私人系の話ちょっと苦手かも。スマホを落としたことはないです今のところ。イヤホンとかはいっぱいあるけど今んとここれだけは死守してます。じゃあパスワード変えるから今日教えとく。私のパスワードは、スマホのパスワードは1011です。今日変えたいと思います。ちょっと久しぶりに。でもパスワードってさ変えた次の日さなんか慣れてるからさそっちを押しちゃいたくなりません？1011これ何の数字だと思います？私はね大体ね推しメンの誕生日とかにするんですけど前は1031であのね
いやヒップマイの推しメンの誕生日にしてたんですけど、1011はですね、これはなんだっけな、めっちゃ前に変えたよね、みーちゃんの誕生日、あ、みなみさん誕生日、これはねブルーロックの潔世一と私の推しのカイザー の, あの背番号の数字を掛け合わせてますね。でもちょっと最近はもう推しメンがまた変わってきてるんで、ちょっと変えようかな。そういうね、だいたいパスワードはね推しメンに合わせた数字が多いですね。でも最近あんまりブルーロックも見てないので、ちょっと何にしようかな。次の推しは、いやだから数字化できる推し、誕生日とかわかるかな。最近ね特になんかを見てるってわけじゃない。リア充の誕生日、あーいいね、でもなんかキモくない、私がリア充、リア充の誕生日パスワードにしちゃったとか言ったらさ、ちょっとやばいんじゃない。同じグループにストーカー誕生しちゃうんじゃない。それは避けたいよね、未成年だし。なんか何にしようかな、迷います。マイキューのにしとこう。0404 0404推し、推しだね。迷うね。だいたいね今自分が好きなものをやるとね、なんか歴代のパスワードを思い出すたびにね、こんなにハマってたなって思い出せるんですよ。だから今の自分な、何が好きか全然わかんないな。考えますこの後。じゃあそろそろ団地を読みますか。13位、東京1068さん。12位、白熊さん。11位、マッカさん。10位、エリオさん。9位、トマトポさん。8位、ジェリーさん。7位、ジュンちゃん。6位、虫男さん。5位、テリーピーさん。4位がマグさんでした。13位回まで皆さんありがとうございました。そして3位、コバチャさん。2位、50代独身さん。1位がのすけさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。そして、50代独身さん、のすけさん、おにぎりとパンのタワーありがとうございました。ちなみに今日は私は朝にチョコチップスナックパンを食べて、昼に納豆ご飯を食べました。パンとおにぎりです。おやすみなさい。おやすみ。ゆっくり休んでください。おやすみ。今日も一日お疲れ様でした。うん、バイバーイ。また明日配信でお会いしましょう。なるべくできるように頑張ります。もう寝落ちしないようにしよう。ありがとうございました。最近寝落ち祭りでしたから、今日久しぶりに配信できてよかったです。バイバーイ。おやすみ。よく寝てね。寝まーす。ありがとうございました。また会おうや。うん、会おうね。バイバーイ。おやすみ。夢で会いましょうね。夢で会いましょう。